マブラブ、前回に続きからプレイしていきましょう。やっぱみんなスミカのこと気にするんだよな。まあ知らねえやつだからな。知ってるやつだった話もな。どういう関係かはわからないけど、はじめはどうでもよかったけど。気になるよ。胸が痛くなる。どうしてだろうね。ねえ、もしかして帰った？喋っていいのか？すぐに答えなさいよ。ごめん。もしかして怒った？いいんちゃう？顔見て喋りたい。え？これ以上独り言は聞いていたくない。顔見てちゃんと話をしたい。そっち行っていいか？待ってろよ。バッチリ正常だ。ダメだからね。なんで？なんでって。ダメに決まってるでしょ。私だって今わかってるでしょ。行く。ダメ。命令は無視だ。映像入りは確保してる。違反するのはあなたの意思よ。映像もまんざら悪いとこじゃないよ。バカ。本当に入ってきた。ドン引きだよな。冗談で済む会話じゃなかったろ。あ、バスタオルで体を隠している千鶴を、壁に押し付けキスをした。いけないことなのに千鶴は物おじせに答える。濡れるわよ。すぐに脱ぐから平気だよ。そういう問題じゃなくて。だったら話してくれよ。千鶴の手が俺を抱き寄せている。いや、離れないように捕まえていると言った方がいいか。言ってることとやってることが噛み合ってない。シャワーが体を濡らして気持ち悪い感触が、全身に広がった。いくら訓練で袋のまま水に飛び込むことがあるって言ったって、こんなのは本当に嫌だ。委員長、でも今は構わない。このまま千鶴を抱きしめていたい。その気持ちを示そうと腕に力を入れた瞬間、強く抱きしめられた。半ば強引に院長の唇が重なっている。俺もそれに応える。普通じゃありえない状況に俺たち二人ともどっか麻痺しまっているのかもしれない。あれ？なんだ？俺は院長と？こうなったことがあるような。そんなわけないんだ。あっちの世界だってそんなことは。なかったはずだ。城が。なんでもない。なわけないっての。私変かな。この前からなんかこういうの多いな。既視感ってやつか。それとも俺は自分でも気づかないうちに相当委員長に惚れていたのかな。何言ってんだよ。じっくり味わってたんだよ。千鶴。千鶴って言うな。
いきなり名前で呼ばれ驚いたのか照れたのか、千鶴は赤くなってうつむいた。その顎を持って顔をこっちに向けさせる。そして俺はもう一度キスをした。シャワーの音が全てをかき消してくれるから恥ずかしさが薄れる。どんなことでもできそうな気になる。顔真っ赤だぞ。誰のせいよ。責任取りなさいよ。どうやって？機嫌を損ねた唇にもう一度キスをする。何度でも構わない。何度目かもうよく覚えていない。首筋をたどる水滴が流れ込んできた。千鶴の全てを受け止めているような気になる。じゃあいいんだな。だからそういうこと。俺は千鶴の口から聞きたいんだよ。俺でいいのかな。ダメ、あなたじゃなきゃダメよ。どうした？本当に？ああ、本当だ。わかるだろ。千鶴の手をゆっくりと俺の胸に導く。体の熱さはシャワーでかき消されたとしても、このことは伝わるはずだ。院長の目がゆっくりと胸元に向けられる。わかんないよ。だって千鶴が俺の手を千鶴の胸に導いた。私だってこんなにドキドキして、さっきからずっと体中に響いてるんだもの。千鶴の鼓動が伝わってくる。でもそれは自分の鼓動にかき消されてしまっている。本当だ、二人とも同じだな。うん。千鶴は俺じゃなきゃダメだと言っている。だったら俺がどう思っているのか千鶴は分かっているはずだ。私嬉しい。重い音を立ててバスタオルが足元に落ちた。お願い。何？もう一度キスして。こういう局面になるとすげえ塩らしくなるよね。うん。そしたら私大丈夫だから。うん。私をあなたのものにして。たけるちづらは目をそらしながら絞り出すように俺の名前を口にした。そしてそれは白金ではなくたけるに変わっていた。俺とちづらの間に何があったのか取り去られたことを、俺と千鶴の間にあった何かが取り去られたことを確信した。千鶴？のぼせちまったのか？のんきなものね。悪い。
これでいいんだろうな。ここで、この世界で生きても、このことを千鶴に言っても理解はしてくれないだろう。あっちの世界に帰ることができるのか、何もわからないし、何の確証もない。そもそもあっちの世界なんて、今じゃ存在するのかもわからない。それは、俺の心の中にしかないものの、ないのかもしれない。少なくとも、この世界が夢じゃないことはもうわかっている。思いつきでクリスマスパーティーを計画して、プレゼントがきっかけでみんなの気持ちを知った。そのまた偶然で、俺と千鶴のプレゼントがお互いに渡って、それがまたのきっかけで、それがまたきっかけでこうなった。つい数時間前までは、千鶴が俺のことをどう思っているかなんて考えていなかった。いろいろあったけど、ちょっと訳ありで仲間以上でも以下でもなかった。それが、たとえ向こうへ帰る方法が分かったとしても、これで簡単には帰れなくなった。俺の気持ちはもうはっきりしちまったからな。順番は逆だったかもしれないけど、女がきっかけなんてちょっと情けないかもしれないけど、まあ結果オーライだな。どうして黙ってるのよ。何よ。いや、なんかいいかもしれないって。悪かったわね、私で。違う、そうじゃなくて、こんなに近づいてどうするつもりよ。決まってるだろ、バカ。好きだ。愛してるって言葉はどうも気恥ずかしくて出てこない。頭の中じゃ何度も言ってる。そのうち言うこともあるから許せよな。明日になっても言ってくれる？さあね。じゃあ、あの件が無効になる前にもっと言ってもらおうかな。207小隊所属の全訓練兵もう至急7号教室へ集合せよ。繰り返す。207小隊所属の全訓練兵。本当に嫌なタイミングで来るよね。俺たちが一番乗りか。何か不手際があったかしら。いや、食べ物関係の片付けはちゃんとしたし、残りは明日ってことで許可をもらった。そういや、それを頼みに行った時のマリモちゃん、ひときわ様子が変だったよな。どうした千鶴。ごめん、5秒だけ手握ってて。そしたらあとはいつも通りだから。うん。なんか胸騒ぎがするの。何事だ。さあ、俺たちも今来たばかりで。あ、みんな遅れました。教官がいないのはどうしてかしら。ゲレ、いつものだね。俺だね、ネイティブ4ってどっかで語られんのかな。てかどういう続編になるのかも全然わからんな。千鶴、いよいよ明日が最後の打ち上げね。ああ、たった十数万人だけど、人類を絶滅から救うには。宇宙は人に優しくできてはいないのよ。そうだな。明日の駆逐艦を守りきれば思い残すことはないわね。守るって言ってもいつもみたいにただ見送るだけだけどね。でもね、不謹慎かもしれないけど、私たちも役に立ってるってそう思えるから嬉しかったりもするのよ。
でもその後は地球規模の反抗作戦が控えているんだから、そんなこと言ってられないんだけど。今まで広報任務だった分、大暴れしないとね、隊長さん。千鶴。ん？何？これを。さっきからポケットの中で俺の指にもてあわさわれていた硬いもの、何気なく線を落とした千鶴の目から目が見開かれるように、見開かれるのにそう時間はかからなかった。明日の最終便の搭乗用 ID カードだ。タケル、あなたが選ばれていたなんて、よかった。本来だったら千鶴も十分選ばれる資格があったのかもしれない。なんて言ったって元首相の娘だから。でもオルタニティブ4の閉鎖とともに、それを誘致した千鶴の親父さんは責任追及されて失脚しちまったんだ。あなたは特別だから絶対選ばれるとは思っていたけど。心底安心したような顔、千鶴。泣いちゃダメだよね。ごめんなさい、嬉しくてつい。自分は残ってどうなるのかということより、俺の安全を喜んでくれるのか。本当にお前、俺には過ぎた女だよ。この ID はお前が使うんだ。え？明日、お前は駆逐艦に乗って宇宙へ上がれ。差し出したカードには数字の羅列が並んでいるだけ。人の運命を分けるものにしてはあまりにもそっけない。何言ってるの？お前は生きるんだ。あ、駆逐艦は俺が、俺たちが守る。その後の地球も。さあ。嫌よ。千鶴。バカ言わないで。私がそんなものを受け取るとでも思ってたの？タケル、私を見くびらないで。大体これは。一人でも多く宇宙へ、人類のためだ。あなたが神宮寺少佐と何やらやっていたのは知っていたわ。まさかこんなことを。マニモちゃんだけじゃない。タイのみんなの気持ちでもあるんだ。みんなの？そうだ、あいつらにはこのことを話してる。だから。勝手なこと言わないで。今まで散々あなたの勝手には目をつむってきたわ。それとこれを一緒にすんな。一緒よ。お前に隊長命令なんて押し付けたくない。ここでそんなこと言ったら、私あなたを軽蔑するわ。千鶴。お前は行きたがらないんだ。え？戦いたいからじゃないんだろ。俺を死なせたくないだけだろ。そうよ。私一人だけ生き延びるなんて我慢できないわ。あなたのいない世界なんて考えたくもない。俺は目の前から千鶴がいなくなるのが我慢できない。だったら。でも生きてくれ。俺の一番大切なものを守らせてくれ。じゃあ、あなたが船に乗って、私に一番大切なものを守らせて。それはできない。どこまでも自分勝手ね。だからって、こんな時まで。誰かを犠牲にするのが嫌なんじゃない？分かってる。一人になるのが心細いのよ。死ぬのは怖くないのに、あなたを失うことにただ怯えている。地球に残れば
いずれ死ぬ。もう考えられない。今さら離れるなんて。肩の力もう入れられないのよ。千鶴。でもあなたさえ生きていてくれるなら。あなたを守るためなら戦える。だからお願い、明日の駆逐艦にはあなたが乗って。お願い。これ誰の選択肢でもやっぱつらいな。まあ次回生きてくれてやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。